そ心をへし折ってやる。待ってよ、麦わらの小僧。おりゃ、カイドウ、お前をぶっ飛ばしに来た。おろろろろ、証拠にもなくまた来た。いいだろう、叩きのめしてやる。和の国は俺が支配する。どうしようが俺の勝手だろうが。お前の手から和の国を取り、よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おいそこの小僧。あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。おお